リッキーナンプラーさん、東京から、ありがとう。バラバラ。今から15年ほど前、その当時の勤務先が新しい事務所に引っ越した時、会議室の椅子とテーブルを一新しました。インテリアの設計事務所だったこともあり、お付き合いのあったメーカーさんから協賛してもらったので、それらはすべて部品がバラバラの組み立て式でした。若手の A 君は、ちょろいもんすよ、これ全部自分やっておきますよと手慣れた感じで、説明書も読まないで短時間で見事に一人で組み上げ、翌日最初の会議の時、どれどれととりあえずまあリクライニング式のアームチェアに座った社長の姿が仰向けになり、そのまま後ろに消えていったのを皮切りに、私を含め8人のスタッフもほぼ全員椅子から転げ落ちましたそしてスタッフの一人がテーブルに手をついた瞬間、テーブルの天板が跳ね上がって迎えに来た A 君の顎を直撃、怖い。 A 君そのまま後ろに崩れて落ちていきました。全員が床でうめき声を上げ、それはまさにコントのような効果我々はプロ集団としてその日の出来事には何もなかったことにしたのは言うまでもありません。皆さんも組み立て家具は必ず説明書を見ながら組み立てましょう。特にビスやボルト一本でも余ったら自分を疑ってください。そして説明書大切に保管しましょう。プロからのアドバイスでした。そう、ボルトとか余っちゃったりしたら、これ、あ、多めに入ってたんだなって勝手に解釈しちゃうんだよね、うんうんうん、そんなことないんだって。あ、もう A 君はもうね、向いてないでもなんかその光景見たかったね。痛い目にあったね本人が一番痛い目だったからね。